シコルスキー X2 シコルスキー X2 は同軸二重反転式回転翼を搭載したシコルスキー社で開発中の複合ヘリコプター実験機である。シコルスキーは X2 に先進回転翼の概念実証機 S-69 での研究開発で得られた同軸反転式回転翼に関する成果を取り入れている。フライバイワイヤーには UAV サイファーの経験が生かされている。複合材製の回転翼と変速機の設計には、ラマイナス66コマンチの経験が生かされている。X2 は2008年8月27日に、シュワイザー社の工場のある、ニューヨーク州、ホースヘッドで初飛行した。最初の飛行は30分間継続し、飛行試験が開始された。 これは250ノットに達するための4段階に及ぶテストの開始であった。2009年の7月に推進プロペラに動力をかけた飛行な成し遂げ、2010年5月末には181ノットを記録した。2010年7月26日、シコルスキーは X2 がフロリダのウェストパームビーチでの試験飛行で225ノットに到達し、 1986に改造されたアグスタウェストランドリンクスによって達成された回転翼機の最高速度の世界記録216ノットを非公式記録ながら超えたことを発表した。この X2 の試験飛行は S-69 の初飛行から数えて37年目であった。2010年9月15日、テストパイロットのケビン・フレデンベックを採用した。 ヘリコプター飛行速度の限界も参照されたい。これは、リジットローターを用いた二重反転式ローターのことで、上下に配置された各々の回転翼の前身側の、羽だけで、すべての揚力を賄う、交代側揚力を発生させないようにされ、利用しない、形式であり、交代側の逆流や失速による、左右の揚力バランス喪失に対する解決策の一つとされている。 シコルスキーに2011年11月5日の撮影類時期。ありがとうございます。